よう、起きたか。何してんだ。だからほぼじゃねえ。今でもボケてないで、とっとと顔洗って着替えろよ。朝食食いに行くぜ。さて、今日のお前の朝食は。俺だ、味噌カツ丼。ほらよ。どうした？まあ本格的な一品だから一度食っておけよ。俺はっと、ドリアか。まあランダムだからこういうこともあった。おい、ドリア。おい、味噌カツ丼。よく朝からこんなの食べれるわね。サービスでご飯も大盛りにしておいたわ。若いっていいわね。おい、どうした？あそこ空席があるから行くぞ。どうだ？八丁味噌をベース、隠し味に砂糖、それこそが本場の味だ。なんだよ、結構な値段のメニューなのに。そんな取ってつけたように言われてもな。で、今日はおとなしくんはどうすんの？またお前か。いや、興味深い話をしてくれるならぜひ聞きたい。
に意識したことはないけど。婚活？植物を見たことはなかったなら、少しそんなことを考えながら作詞とかしてみるよ。もうすぐ授業よ。なぜそんなことを聞くの？この世界ではみんな元気よ。で、授業は？3S の人たちでこんな素直な人は初めてだわ。あなたすごいわ。かなり感心してるわ。授業ぜひ堪能していって。会ったことない。例えば概念。形状。
生き死体、生き馬の目を抜く的な。幽霊？なら、それでいいんじゃない？ちなみに、話の半分も理解できなかったわ。あのさ、なんつうか、あれだよ。あれがあれでさ、要は世話になった。まだ分かってねえってつらだな。結果としては俺は溺れた。でもお前は必死で俺を助けようとしてくれた。でってほら、今昼休みだろ。だからおごってやるよ昼飯。え？わかったよ。明日こそ怒るから覚悟しておけよな。
以上です。ご清聴ありがとうございました。私は二人きりでこんなことをやっていたと聞いたので真似してるだけです。いえいえそんなそんな、この世界にバンドは一つだけです。ガルデモだけあればいいんです。私はそれに憧れてコピーみたいなことをしてるだけです。正式名称はガールズデッドモンスター、略してガルデモです。ガルデモはすごいんですよ。なんといってもボーカル&ギターの岩沢さんの存在感、一人で作詞作曲までしちゃうんです。苦労ソングは岩沢さんの人生そのものってな歌で泣けるわ盛り上がるわで、ライブ中にどうしたらいいかよくわかんない鉄板曲なんですよ。最高に盛り上がるのがアルテミー、リードギターの久子さんの殺伐としたリフで始まるキラーチューン、もう殺伐とするわ興奮するわでどうしたらいいかよくわからないんですよ。とにかくガルデモがこの世界で唯一無二のバンドなんです。私はそのサポートをしているだけの新米です。一緒にするねゴレー、ガルデモに対する愛は何倍もお前より上じゃ、はるか上空じゃ。そんなそんな謙遜せずとも耳づくらいでいいじゃないですか。言われなくても頑張りますよ。時間です。本部までお願いします。いきなりではありません。ちゃんと歩いてきました。本日の報告を。高松君。はい、特に何もありません。以上です。よし、じゃあ解散。
そうはいかないのよ、本日は。そうでしたか。なんだ、オペレーション発動か。天使エリア侵入作戦のリベンジを行う。あれまたやるのかよ。そうだぜ、何も手出しできなかった作戦じゃねえか。あなたの方こそどうなんですか。何の役に立っているというのですか。昨日のギルド降下作戦、唯一ユリッペと最下層に達したやつだぜ。高松、お前はどうだった。もちろんです、たまたまです。でもさ、また天使エリアに侵入したとして何か結果が変わるの？前回の侵入作戦では我々の頭脳の至らなさを露呈してしまった。けど今回は違うわ。どう違うというのか。何か策があるということですね。ええ、神も仏も天使もなし。え、誰だ、ここに幹部は全員いるよな。うん、シーナもいる。浅はかなりってことは、本部新人。今回は聖戦、天才ハッカーの名を欲しいままにした彼、ハンドルネーム竹山くんを幹部に格上げ、実行犯に登用しエリアの調査を綿密に行う。竹山って本名じゃね。僕のことはクライストとお呼びください。かっこいいハンドルネームが台無しだ。さすがユリッペだぜ。待てよユリッペ、こんな青ビオタンが使い物になるってかよ。あら野田くん、あなたよりはなると思うけど。なら試してやろう。3.1415927935264632893384626939371','5032

　まさか演習率だと。やめてあげて、この人はアホなんだ。そう、あたしたちの弱点はアホな子。今回の作戦、竹山くんの持つ技術で徹底的に洗ってやる。
はい、皆さんよろしくお願いします。あと僕のことはクライストと。そのため岩沢さん、今回の陽動はド派手にお願い。具体的には告知ライブよ。なゲリラライブしか行ってこなかったガルデモが。そうだぜ、告知なんてすれば教師にすぐ止められるだろう。同時に天使もその場に貼り付けにできる。どう違う？そうかもしれないが、やり方が乱暴すぎるぜ。ガルデモ失ってもいいのかよ。岩沢さん、どう？私はどんなステージだって歌うよ。生前は誰も見向きもしない路上で歌い続けてたんだ。逆だ逆、今回は目立ちすぎるんだよ。そうです、今のガルデモは校内では誰もが知るビッグネームになっているんですよ。危険すぎるかと。じゃあなおさらじゃない、気合い入れないとな。なんでさ。そうよ、おとなしくん、あなたはあなたの役目を果たしなさい。もちろん。よし、じゃあ2日後の1900に作戦実行。実動部隊は竹山くんに私、日向くんに松下くんに野田くんに、おとなしくんの6名で。ユリッペを俺は守り抜く。こいつでない。では解散。お前の今日の夕飯はこれだ。塩ラーメン。おっと、トッピングを希望かい。何が出るかわからないぜ。よし、わかった、行くぜ。トッピングはこれだ。醤油ラーメン、まさかのラーメンかぶり。俺のポケットにはあらゆる食券が入ってる。チャーハンや餃子だったらよかっただろうけど、こんなこともあるさ。じゃあ俺はあと、チキン南蛮定食。いただきまーす。
言ったろ、ここのメニューは麻婆豆腐以外全て当たりだってさ。そいつは良かったな。ただし、こいつも最高にうまいんだぜ。なんだそのテンションのだだ下がり具合は。じゃあ風呂行くか。大浴場なのになぜ避けるんだ。重じゃねえ、重じゃねえ。大事なことだからだよ。くっそ、わかったよ、一人で入ってくるよ。漫画だけど。そりゃあるさ、生前の青春時代にあったものはほぼ大体な。どうしよっか、何でも揃ってるぜ。どんな本かよくわかんねえけど、あるはずだ。生前の青春時代にあったものはほぼ大体な。まあ授業も部活も宿題もしない俺たちにとっては訓練やオペレーション以外で暇をつぶすいい娯楽だ。返却の期間もあってないようなものだから、お前も図書館で本を借りておけばいいと思うぜ。ほら、これ使えよ。図書カード、これを使ったら問題なく借りられる。おやすみ。